そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。宇多堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ。それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中。遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、宇多堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ。シンジか、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
待て。あ、兄貴。キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。西木は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたきゃ打てよ。シンジは打てて俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。兄貴、すいません。最後まで。シンジ、風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。分かった、アケミタだ。兄貴、これを。シンジ、お前。シンジ。シンジ！残念だったな、シンジとレーナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。明美？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、キリュウ。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。
こりゃ一本取られたな。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる。あやかちゃん早く。はい。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て、こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ。ここか、桃源郷。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。いらっしゃいませ、あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか。キリュウ、あなたが。ああ。それじゃあシンちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ。近江連合の寺田さん。近江連合、そいつは本当にシンジの知り合いなのか。うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は。芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状、そんなものが。それじゃ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何。いい音聞かせるや。
子ちゃん。よう、ケルちゃん、探したで。真島の兄さん、あんた、まだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。真島、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色うかがったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、ケルちゃんよ。ケリュー、ほんまごついわ、お前が。あの女がアケミか。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。大見連合の寺田って男がかくまっているらしい。大見連合だと。なんで奴らが風間を。分からんが、信二が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人。ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。うん。五代目近江連合、寺田と申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを。キリュウさんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、風間。おやさん、ご無事で。すまなかった、苦労をかけたな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東城会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあ、カズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。
その子の母親の瑞希は由美の妹じゃない。え？由美は瑞希なんだ。お前たちが瑞希だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです？瑞希は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや遥の父親は神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのは遥、横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな？はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。雷。いや、どうした？わからない、わからないけど、俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には由美の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも由美はなんで神宮なんかと？神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然由美に出会ったんだ。神宮と会長が？政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は由美に出会い恋をした。そして記憶を失っていた由美は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると由美の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして由美は神宮の子を産んだ。それが遥だ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった由美は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ？いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ？死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、由美と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、
全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。神宮。何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺とセラはハルカをひまわりに入れ、弓を水木へと変身させた。人弁し偽造屋を雇い弓の顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でもおやさん、なんで弓は東城会の100億を盗んだんですか。あれは東城会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。コソコソしやがって。しまん。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。
お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたるわ。これまでだ、島野。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ、カズマ。弓が危ねえ。アレス、アレスに弓か。そうだ。それから、これは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには、奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい。確かに島根や錦山あたりは後目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の
本当の親父でした。